シムストアコンテンツ検索ショーミーハウようこそシムストアコンテンツの検索へこのショーミーハウモジュールではシムストアユーザーがシムストアの検索機能を使ってコンテンツを検索する方法をご紹介しますシムストアではどなたにでもコンテンツを検索いただけますただしショッピングカートや 欲しいものリストに選択したコンテンツを追加するにはユーザー登録が必要です。SIM ストアユーザーは SIM ストアのホームページの左側にある検索パネルを使ってコンテンツを検索できます。ページの中央の画像をクリックして特定のトレーニング分野に関連したコンテンツを表示させることもできます。検索フィールドに特定の用語を入力して、 検索をクリックすると、コンテンツ情報にその用語を含むすべての SIM ストアコンテンツが表示されます。この例では、ACLS という用語で検索してみます。検索結果には、すべての ACLS 関連コンテンツが表示されます。選択したコンテンツの詳細を表示するには、アイコン画像をクリックします。 コンテンツの詳細ページでは、概要、学習目的及びそのほかシミュレーターの種類や著者など、コンテンツの詳細を含め、コンテンツについての情報を確認することができます。また、ライセンスや価格及びディスカウント情報も確認できます。このページから、シムストアのショッピングカートや購入を検討するための欲しいものリストに、 コンテンツを追加することもできます。SIM ストアでは、コンテンツについての情報をメールで転送することもできます。メールを送付するをクリックして、フィールドに情報を記入し、送信をクリックします。メール送信後、買い物を続けるをクリックすると、SIM ストアでのショッピングを継続できます。 メールの宛先には、SIM ストアのコンテンツ情報にリンクした電子メールが送付されます。SIM ストアコンテンツには、無料お試しライセンスが含まれている場合があります。購入する前にコンテンツが自分の学習ニーズに合うかどうかを確認するために、このトライアルライセンスを使って、そのコンテンツ及び関連する副教材と一緒に閲覧することができます。 無料トライアルライセンスは施設ごとに1回使用でき、使用できる時間は24時間です。SIM ストアには、用語検索機能のほか、コンテンツのタイプ、シミュレーターのタイプ、トレーニング分野、手順や診断、組織名といったいろいろな検索フィルターがあります。また、言語で検索することもできます。左のプラス記号をクリックして、 検索オプションを拡張すると、さらに詳しい検索内容を表示できます。クリックして、希望する検索フィルターを選んだら、その下のサブフィルターを選んで、検索範囲を絞り込みます。はい、フィルターを選択したら、検索パネルの下にある、検索をクリックしてください。検索結果がそのページに表示されます。 並べ替え順序、ドロップダウンメニューには検索結果を並び替えるための選択肢がいくつかありますドロップダウンで希望する順番を選ぶとページは更新され選択された内容が表示されます SIM ストアではパッケージ化されたシナリオに加えオリジナルシナリオの作成を希望されるお客様のためにトレンドやハンドラーも販売しています。その他 シナリオ開発やトレーニング用プレゼンテーション資料等にてご活用いただけるマルチメディアファイルなどもあります SIM ストアでは、IV アームなどのタスクトレーナーとともに使用できる教材や、模擬患者とともに使用できるシナリオなどもご購入いただけますトレーニング分野の検索フィルターでは開業医や研修医等、対象に応じて検索を絞り込めます また、関連するサブフィルターを使って対象をさらに絞り込むことができます処置診断フィルターにはより厳密に検索するために多くのサブフィルターがあります組織名フィルターを使うと米国心臓協会やその他のコンテンツパートナーによって開発されたコンテンツを検索できます言語フィルターでは 言語別に、シムストア・コンテンツを検索できます。希望する検索フィルターを選択したら、検索をクリックしてください。すると、その検索基準に適合するすべてのコンテンツが表示されます。広がっている検索フィルターを折りたたむときは、フィルター名の左にあるマイナス記号をクリックしてください。新たに検索を始めるときには、 検索クリアをクリックして検索項目を解除し、検索フィルターの状態を一旦元に戻します。これで、SIM ストアコンテンツの検索、ショーミーハウモジュールは終了です。その他の詳細情報については、レールダルカスタマーサービスまでお問い合わせください。